はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。第2弾、今日もこちらの先生をお招きして、リストラティブヨガ講師の川原智子先生です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。第2弾ですので、前回の動画ここにリンク貼っておきますが、前回はね、今流行りのヘルスリテラシーさっきちょっと言い間違えたヘルスリテラシーのねお話から始まり、そこの紐解いていくと、自律神経っていう言葉にあたり、じゃあ自律神経の乱れって何なのさっていうところの紐解きをしました。で、自律神経っていうのは、いわゆるヨガのクラスでもよく言われる交感神経、副交感神経みたいなね、ヨガの世界では交感神経肩になってるから副交感神経を優位にしましょうねっていうので、副交感神経がいいもので、なんか交感神経が悪者みたいに捉えてる人が多いですけど、前回の動画では実はどっちもバランスが大事で、どっちも高い状態、いい感じにどちらも作用する状態がいいというお話をお聞きしました。それでよろしいですか。まさにその通りでございます。ようやくでしたでです。第2弾は、じゃあとは言っても、その自律神経が、じゃあ整ってるのか、いや果たして自律神経ってもしかすると知らないうちに今乱れてるのか、みたいなチェックってなんかできるっていうので、前回ちょっと終わったはずなんですよ。そうなんです。自分の状態をね、やっぱり知っておくことが大事、乱れてしまってるってことに気づけば元に戻そうという、そこで自分をケアしてあげられるわけだから、現状を知るっていうことは何でもすごく大事なことだと思うんですよね。なので、バランスチェックっていうか、乱れている状態が、どのぐらい乱れてるのかとか、おー、なるほど。それがどういう症状として現れてるのかって、自覚できると全然違ってくるんですよね。確かに、なので、そのセルフチェックをよかったら、さんの僕、やりたい、めっちゃやりたい、ね、で、ご興味ある方は皆さん一緒にね、よかったらやってみて、ぜひ皆さんもやりましょう。で、いくつかチェック項目があって、で、前半は身体症状なので、体にこんなこと現れてませんかっていう質問があります、で、後半は、心の作用にもつながってるし、日常生活でこんなことありませんかっていう質問が続きます、で、何個当てはまるものがあるかっていうのを数えて、で、該当するものを1個2個って数えていけばいいですね。そうです。じゃあこれちょっと僕手隠してやりますねはい、じゃあお願いします。じゃあ自律神経のバランス、セルフチェックのまず身体症状、体にこういうことありませんかっていう質問ですね。1つ目、寝ても寝てもなかなか疲れが取れない、要は慢性疲労ということ、そういう症状がある方は肺に数えてください、それが1つ目、で、2つ目は、動悸、息切れ、あと胸がこう締め付けられるような痛みとか、ちょっと喉が詰まるような感じ、それがよくある、よくある、動悸、息切れ、胸の詰まり、喉の使いみたいな、それがよくある、これが2つ目です、準不動ですよ、で、3つ目は胃腸の調子が思わしくない、胃もたれがしたりとか、なかなか食欲が出なかったりとか、あとは逆にちょっと過食気味、必要以上に食べちゃったりみたいな、そういう食欲のムラとかね、そういうのがあったら、これ3つ目です、で、4つ目は、消化器系の調子が思わしくない、だから下痢してたりとか便秘してたりとか、この下痢と便秘を繰り返してたりとか、あとこうお腹が張ってる膨慢感みたいなのが取れない、なるほど、消化器系の調子が思わしくない、これが4つ目ですね、で、5つ目は肩こりとか、首こりとか、あと頭痛とか、痛くまではないけど、頭がズーンって重いような気がするみたいな、そういった慢性的な症状があるとか、で、次が、耳鳴り、めまい、立ちくらみとか、こうちょっとふらつく感じとか、のぼせる感じ、やっぱりこれがよく起こるかと。で、身体症状の最後は、これ女性の場合なんですけど、月経周期が乱れやすかったりとか、生理痛とか、PMS 月経前症候群と言われるんですよね、そういう症状が辛い、それに当てはまる人は最後も肺にしてみてください、これが体にこういうことを起きませんか、というチェックで、次は心にもちょっとつながっていく、日常生活の中でこういうことありませんか、ということなんですけど、一つ目は仕事とか家庭とか、あるいはプライベートの人間関係とかですごく疲れだったりとかストレスを感じやすい、
なるほど、はい。で2つ目、なかなかやる気が起こらないとか、うん、意欲が湧かないってことですよね、うんうん、あとは集中力がちょっと続かない、うん、すぐ気が散ってしまうみたいな、はい、で3つ目は、うん、寝つきが悪い、なかなか眠りに入っていけなかったりとか、うんはい、眠ったんだけど夜中に何度も目が、うん、要は熟睡できないっていう感じ、うんうん、眠りのトラブル、はい、夜中に何度も目が覚めてしまうとか、うんうん、で次は些細なことでもう本当にどうでもいいようなことですごくズーンって気持ちが落ち込んでしまうとか、うん、なるほどなるほど、うんうん、で次は神経質でイライラしやすかったり、うんうん、だからなかなかこう心がね穏やかでいられない、ずっとざわざわしたような気持ちを抱えている。で次はなんとなく毎日が楽しくない、なんか生き生きした感じがね、うんうんうん、生き生き自分が生活できてるっていう感覚が得られないとか、はい、そういった感覚が薄いとか、うん、で最後は朝起きた時、まあ、なんとか朝起きるんだけれども、うん、あるいは夜もなんとか眠るんだけど、うん、朝起きた時夜眠る前にこうどうしても気持ちが落ち込んでしまう憂鬱な気分になる、これがまあ最後ですね。はい、皆さんいかがですか？あの僕発表していいですか？はい、これ正直に言っていいですか？どうぞ。僕これ初見ですよ。1個。ああ。1個でした。いいと思います。しかも厳密に言うと、ゼロです。うん、あの 0.5 引っかかるかなっていうのが2個あって、うん、落ち込むっていう、たまに僕落ち込むんですよ。でも、たまに落ち込むってみんなあるなと思いながら、だから 0.5。うん、あと、イライラは 0.7 ぐらい。イライラは多分僕、気短、イラチーなんで。まあ、という意味では1個ですね。足してね。はい、うん、これはどうですか？まあ、あ、いいと思います。目安としてはね。なるほど。あの目安としてはですよ。うん、3個以上あの両方共通して合わせて、うん、3個以上もし当てはまることがあったら、うん、やっぱ自律神経が乱れてるサインで。はい、なるほど。信号でもちょっと、3個以上ね。あの黄色信号が灯ってる、要注意ですよみたいな感じで。で、例えば両方合わせて6個ぐらいあると、はい、ちょっともう赤信号っていうか、もう本当に早めのケアが必要。なるほど。体も心もすごく SOS を出してますよっていうサイン。6個って6個の人います？あの、ね、うちのスタッフ、うん、どやった？何個？8個。8個やばいんじゃないの？でもね、あの、もしかしたらですけど、あの珍しくないかもしれないです。あ、なるほどね。なぜかっていうと、この現状を考えると、うん、このやっぱりコロナ禍っていう状態がもう3年目にね入ろうかとしている、この長い本当にみんなが慢性的なストレスを抱えて生活している中で、やっぱりどうしても自律神経のバランスが整う方に持っていかれてるんじゃなくて、乱れる方に持っていかれてしまってるから、いや、ある意味効力っていうか、ね、これなんかね、全ての項目が僕もね、全くゼロの項目もあったけど、思い当たる節は人生の中ではあるなっていう。ただ今じゃあその前半6つ7つはもう僕1個も今のところ症状なしだけど、いや、なんか体重いなっていう時は確かにあったし、たまたまそういうのがこう重なって7つ8つって項目の人は多分いてもおかしくない、全然おかしくないので、うん、そこで自分をダメなんだって責めないのが大事で、まず現状に気づいてあげれば、うん、じゃあなおどうしてあげたらいいのかなっていうところに進んでいけるから、る、うん、そういうふうにこういうチェックって活かしていくといいんじゃないかなって思うんですよね。で、今実はチェックとしてあげた項目っていうのは、はい、いわゆる自律神経失調症って言われるものの代表的な、あの症状だったりするんですね、うんうんうん、前回お話しした自律神経が乱れてしまってるってことが起こると、心や体が出してくる SOS のサインなので、で今、ね、これだけこういう生活が長くなって、例えばオンライン疲れとか、リモート疲れとか、コロナうつっていうね、言葉は皆さん耳にしたことがあると思うんですけど、そういう症状の根っこを探っていくと自律神経失調症に行き着くって言われてるんですよね。だから珍しくないんです、こういうことが。確かに、珍しくないけど起きてるって分かってることが大事、それが前回お話ししたヘルスリテラシー、なるほど、自分の心と体を健やかに保つためには何をしたらいいのかなっていうところにつながっていくから、しかも、まあ、もちろんね、病院にかかるっていうのも手だけれども、そのまずはセルフケア、
うん、あの自分でできることがたくさんあるってことなんですよね、うん、自律神経、そう、あの自律神経というのは前回も話したんですけど、コロナ禍のすごく大事なキーワードの一つっていうふうに言われてて、うん、それは心と体の健やかさを保ってくれているものだから、うん、で素晴らしいのは自分で整えようとすれば整っていくっていう作用があるということなんですよね。大丈夫なんです。だから大丈夫です。ミキゾーは1個ですけどねそれさ、いやいや、あのてな感じで、次回はその自分でまずはご自宅でね、特にできるなんか自律神経の整え方も、まあもちろん智子先生がやれてるリストラティブヨガがね、それにすごく効果があるっていうのは、まあ前から僕も知ってるんですけど、その辺のお話をぜひお伺いしたく、はい、次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、それでは皆さん、また。1個でした